外国為替市場では昨夜およそ4円円高が進んで一時157円台をつけるなど円が急騰しました神田財務官は最近の値動きについて日米の金利差が縮小しているにもかかわらず円安が進んでいたとして投機と考えるのが自然だと指摘しました。その上上で、による過度な変動が輸入物価を大きく押し上げて、 国民生活に悪影響があったらそれはゆゆしいことだと改めて市場をけん制しました。